はい、今週のライマです。よろしくお願いします。つみです。つみさん、先週おめでとうございます。ありがとうございます。さすがでございます。いやいやいや、もうね、またね、局長から今年3度目のグッジョブいただきましたから。最高の夏を迎えるんですけども。はい。はい。まあ 今週からまあ夏競馬がいよいよ始まるということで、はい、まあ、東京と阪神終わりまして、福島と中京に移ります。うん、もう完全なね、もう箱が始まってますけど、夏競馬のスタートということで。そうですね。まあ、ラジオ日経賞ですね、福島のね。はい、どうですかメンバー。まず注目はやはりちょっとフィエルマン。うん、未練所中。そうですね、まだ1月にデビューしまして、今年のちょっとデビュー遅れてしまったんですけど、そうなんです、まあ、なんか体質がね、そうですね、まあ、ちょっとという話ですけどもね、はい、で前走の山藤賞、これは非常にいい内容でして、はい、出遅れたんですけれども、はい、もう4コーナーで満場ゴーサイン出すと、もうそのまま突き抜けて、うん、ちょっと足がね、違いましたよね、1次元の違う足、2馬身よりも強かったな、はい、でこの走破タイム自体もスプリングステークスと、うん、今年のスプリングステークスの状態、まあ、馬場さんの違いはありますけれども、うん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 、48秒1ね、はい、時計的にも優秀ですね。あのなんかちょっと中間の話も、まあ、陣営の話ですけどもね、はい、あのちょっと、まあ、前走の時まではちょっとまあ体質の弱さがかなりね、うん、そっち 気を使いながらだったらしいんですけれども、今回の方がね、東京の方が順調にと、うん、やれてるという話を聞いてます、はい、あとはだからゲートですよね、そこですね、うん、まあでも少しぐらいの出遅れだったらカバーできるかなと話してます。まあ54キロも魅力と、金量もね、54キロですね。つみ、はい、さんいかがでしょうか。僕はねやっぱりね気になってるのは名将鉄痕ですね、はい、うん、まあその後の松山くんがね乗ってからの競馬がすごくその積極的なと言いますかね、はい、まあ京都新聞杯はさすがにちょっと時計あのでペースもね早すぎたんですけどかなっていうことをね本人もおっしゃってましたけど、はい、うん、前走に関してはね1000メートル通過が59秒、このペースで言っても全然しまい、ね、止まらなかったんで ね、はい、うん、まあ、2歳、3歳馬同士でやれればね56キロトップハンデですけども、はい、まあ有利かなという気がします、ね、ただちょっとトップハンデがこう過去10年でアンビシャスしか勝ってないというデータが、データ上ちょっとあれなんですよね、うん、まあそうですね、うん、最後結局、まあ、早くつつかれるケースがね、うん、多くなって、はい、まあ、トップハンデの先行馬なんかはね最後軽ハンデにやられるっていうケースもありますよね。だからその辺は今週1週間ね、いろいろ各陣営のね、そうですね、聞いていきたいですよね。はい、あとはまあトップハンド同じく実力のケイティ・クレバーとかですかね。うん、ね、どうちょっとね、金層がね、まあその、うん、この10戦目ですかね、今回がね。そうなんですよね。11戦目か。はい、うん、まあキャリアもちょっとね、はい、かなり使ってきてる馬なんでね、うん、その辺のプラスアルファはどうなのかなっていう気がします。研究初戦でね、その辺が噛み合えばっていうところもありますよね。そういうことですね。うん、あと勢いがあるといえば、まあ、グレンガリあたり、うん、グレンガリ強かったよね、前走もはい、コバ相手に、うん、まあ、2番手から楽に抜け出して快勝と、そうですね、あの時期のね、はい、その高級クラス編成直後もね、うん、強いフリマですからね、それに勝ったっていうのは、まあ、魅力ですよね、はい、でこの舞台も未勝利を勝ってる舞台ですので、そうですよね、はい、舞台適性も非常に高いと見て良さそうです。はい、ですね、あとはエイム&エンド、はい、このまあ共同通信杯3着で、うん、二宮厩舎から奥村厩舎天球初戦という形ですね。そうですね、1人入ってますけどね、動きは良さそうですね。そうですね、でまあ前々でこう立ち回れるので、こう福島コースもちょっと合いそうな印象もありますね。あ、そうですね、はい、あとはどうですかね、イエッツと、はい、うん、イエッツといかがでしょうかね。うん、まあね、この戦ってきた相手がね、ジェネラーレウーノとね、うん、一馬身差、はい、コズミックホースと4分の1マシン、そうですね、まあ、共にねクラシックで構想した馬たちと、うん、まあいい勝負してる馬ですからね、うんうん、レースセンスがいいんですよね、この馬はね。そうですね、うん、まあでも奥手の、うん、そうかもしれない、そうですね、そういう面もあるかもしれないですけどね。おっしゃってますけど、あ、そうですね、はい、うん、まあ、ここも侮れないですね。そうですね、ところが中心ですかね、はい、はい、日経賞はそんなところでしょうか、うん、続いてもう一個中京のメインが CBC 賞ですね、はい、こちらもハンデ戦となりますけれども、ね、ちょっと難しそうな一戦となりますけれども、うん、はい、つみさん注目いかがでしょうか。注目はね、僕はね、弊社弊社フェリシタですね。はい、今ねページをね、はい、探します。あの中京で強かったんですよね、そうですね、フェリシタはね、はい、4走前、そうですね、4走前の浜松です。そうですね、はい、まあ、中山でもね、前走勝ってますけども、中京の方がコースは合ってる陣営もおっしゃって、ね、言ってますし、ね、私自身もそう思うんで注目してますけどね、はい、山川は私はセカンドテーブル、セカンドテーブル、まあ、昨年2着以来、うん、まあ、そうですね、いい競馬してね、去年はね、強い競馬に、そうですね、去年はすごい強い競馬2着でしたし、はい、まあ、56キロのハンデも、うん、まあ、去年と据え置きという形で、うん、まあ、この中京というコースさんも合いますし、開幕週で先行して、
しぶとさ生かせれば今回も馬券内はあり得るのかなと、スタートがねたまにちょっとね悪い時あるけど、うまく出ればねこの馬の実力はね上の方になりますよね。はい、あとはまあ大名富士とかですね。あ、これもね、うん、まあ、前走モズアスコット相手に、うん、まあ、久々ですけれども、そうですね、はい、うん、しっかり伸びきて完勝と、うん、またゴール前のね足がね以前よりもね迫力増してる感じはありますよね。そうですね、うん、まあ、でまたメルコデムーロ騎手に手綱も戻るということで、ね、うん、そこもちょっと心強いのかなと。そうですね、うん、他にはどうですかね、まあ、フミノムーンとか末脚堅実な、あとはワンスイナムーンですかね。ワンスイナムーンね、僕前回本命にしたんですけど、はい、全然だね、そのもう簡単に流れに乗れたのに最後、まあ、息切れというかね。そうですね、だからやっぱこのサマーシリーズを狙ってきてる馬っていうのはね、うん、所詮ちょっとああいうことがあるんで、はい、逆に言えばそのここね中一周で使ってくるってことは、ね、ここにね照準を合わせていたのかもしれないですよね、うん、その辺もちょっと警戒したいですね、はい、他にもそうですね、うん、スノードラゴン、ほぼスノードラゴンだったり、うん、まあ、決めてスダーレスバローズだったり、浅草、うん、まあ、元気ね、そうですね、そのいったあたりでしょうか。あと追きの動きなどを見て、うん、まあ、最終結論出したいというところでしょうか。頑張りましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。